京都丹後鉄道宮福線、宮福線は、京都府宮津市の宮津駅から道府福知山市の福知山駅に至るウィラートレインズ、京都丹後鉄道の鉄道路線である。路線記号は、F。北、近畿ビッグ X ネットワークの一角で、X の右斜め上を担っている。福知山駅宮津駅間を短絡し、京都、 大阪方面から日本産系の天の橋立をはじめと、する丹後半島への観光アクセス路線となってい、福知山駅、大江駅間は由ら側に沿って進み、大江駅宮津駅間は、全長3215メートルの広志港トンネルをはじめとするトンネルの連続で山を越える。路線の起点は宮津であるが、時刻表では、福知山から宮津へ向かう列車を降り、 奇数の列車番号としている。宮福線は全線が電化されており、西日本旅客鉄道 JR 西日本所有の電車が特急列車や一部の普通列車に使用されている。ただし、京都単語鉄道は電車を所有していないことから、快速を含む普通列車で京都単語鉄道の車両が使われる場合は、機動車で運行されている。元は、 日本鉄道建設公団建設線の一つで、北近畿丹後鉄道、KTR、1989年8月1日に、宮福鉄道から、改場が凍結されていた、道路線の工事を完成させ、1988年7月16日に、開業した。2015年4月1日からは、ウィラートレインズを、第二種鉄道事業者、北近畿丹後鉄道を、 第三種鉄道事業者とする上下分離方式によって運行されている、後日、京都、新大阪方面から特急列車が宮福線を経由して宮津線に直通運転されている。運行列車は以下の通り。普通列車、快速列車は基本的に線内のみの運行で1時間あたり1本程度の運行である。全列車が 福知山駅宮津駅間での運転である。過去には、大江山口内空発着の列車が設定されていた。観光型列車、丹川はおつ号が、宮津線に直通して、福知山駅山の橋立駅間及び西前鶴発、宮津駅経由、福知山駅で運行されている。快速列車は2018年3月17日改正時点で、快速、 大江3号が下り4本上り5本運転されている。ほか、快速、通勤ライナーが宮津駅福知山駅間に片道上り1本、また、丹語はお松号が宮福船内では全て快速列車として運行されている。自社車両は全て軌動車、自社車両は全て現用中、福知山と宮津を結ぶ鉄道計画は古くからあり、1887年。 明治20年には関西鉄道が由らを経る経路で測量するが実現しなかった。1892年、明治25年には宮津川で宮津商工鉄道規制同盟会という運動が起こるがこれも実現しなかった。さらに1896年、明治29年には丹後鉄道株式会社の計画が1906年、明治39年には 宮津電気鉄道株式会社の計画が出たが、いずれも経済的な事情などにより断念した。その後、国の手により宮津線の建設が進められ、これにより宮津にひとまず鉄道がつながった。これに合わせる形で、福知山から由良川沿いに鉄道を建設して、国鉄線に連絡し、福知山と宮津を結ぼうとする計画が起き、北丹鉄道が設立された。 1919年、大正8年5月に免許を取得し、当初の宮津線の建設計画が舞鶴から、真壁峠を越えて、志高で由良川を溶かし、左岸沿いに、川口へ下る計画であったことに合わせて、当時の丸八、江村、現、舞鶴市でこの宮津線へ接続する計画とされた。ところが、志高での宮津線の架橋に対して、橋が、 水流の障害となって発生する洪水への懸念から、上流の住民から反対運動を起こされ、宮津線は、由良川の右岸を下って、川口部で渡過する計画に変更されてしまった。このため、まず北丹鉄道は、コウモリ、現、大江駅付近までを1923年、大正12年9月に完成させ、さらに、由良まで延伸して、宮津線に接続する計画としたが、 第一次世界大戦後の不況に直面するなどして、資金難から延長工事は断念されてしまった。その後、宮津鉄道株式会社が大江山地を越えて、コウモリ宮津間を結ぶ計画を立て、1924年、大正13年に、開業の上は北丹鉄道と合併すべしの条件付きで免許を取得したが、これも経済的な事情により断念となった。 第二次世界大戦後、1948年、昭和23年5月に、宮津鉄道建設促進規制同盟会が結成され、北丹鉄道の国有化と残された宮津、コウモリ艦の建設を求める運動が開始された。この運動の結果、1953年、昭和28年に、鉄道不設法別表79号の2に、宮津コウモリ艦が、 宮森線として追記され、予定線となった。その後調査線、建設線と昇格し、1964年、昭和39年4月22日に工事、実施計画の指示、1966年、昭和41年3月25日に、工事実施計画認可が行われ、日本鉄道建設公団、鉄道公団により10月1日に着工となった。 工事実施計画によれば、宮森線は全長 17.6km で、宮津、北、津良川、大江山口、丹後二股の5つの駅が予定され、建設費は32億5500万円と試算されていた。1971年、昭和46年9月には、仙台最長の広志港トンネルが貫通するなど、順調に工事が進められた。 ところが、宮守線が接続するはずであった北丹鉄道は、モータリゼーションの進展による乗客の減少に加え、沿線のコウモリ鉱山の旧山、1969年、昭和44年に伴って、貨物輸送量も減少し、1971年に営業休止、1974年、昭和49年に廃止となってしまった。これでは、宮守線は、 王朝線となってしまい、意味がなくなることから、福知山までの建設を求める運動が起こり、これによって1975年、昭和50年7月の鉄道不設法改正により、京都文みやより、コウモリに、イタリル鉄道は、京都文みやより、福知山に、イタリル鉄道に変更となった。1978年、昭和53年12月には福知山までの区間が、 工事船となり、宮守線を改め軍服線の工事実施計画の策定作業が始められた。しかし、日本国有鉄道、国鉄の経営悪化に伴い、特定地方交通線の廃止促進や新規地方、交通線の建設凍結を定めた、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法が成立し、1980年、 昭和55年12月27日施行されたことにより空腹線の建設工事は中断された。建設続行の基準は輸送密度が4000人、日以上とされていたが、宮腹線の開業後の推定の輸送密度は2300人、日であった。工事凍結の時点で、用地取得率56%、路盤工事進捗率55%となっていた。これに対して、 地元ではあくまで鉄道としての建設続行を考え、国鉄再建法の規定に基づき、第三セクターでの引き受けを目指すことにした。このために1982年、昭和57年9月22日に、宮福鉄道株式会社が設立され、12月24日に宮福線の地方鉄道事業免許を取得し、1983年、 昭和58年2月28日に宮福線の工事が再開された。概算工事費は218億1200万円へ変更となった。こうして1988年昭和63年7月16日に宮福線が開業となった。その後、国鉄宮津線が特定地方交通線として廃止対象になったことから地元ではこれを 第三セクターに転換して存続させることにし、宮福鉄道を九百八十九年、平成元年八月一日に、北近畿単語鉄道株式会社に改称して、九百九十年、平成二年四月一日に、宮津線を JR 西日本が引き継いだ。宮福線の開業により、京都、大阪から宮津、天橋立へ向かう直通ルートができたことで、 北近畿の鉄道事情が大きく改善された。従来は、例えば京都天の橋立の移動は、綾部駅と西舞鶴駅で二度のスイッチバックを伴うこととなり、時間的、心理的な動作が存在していた。当初は、非電化で改良し、普通列車、快速列車が主体の運転で、特急列車の運転は極めて限られたものであった。その後、 周辺の JR 路線の電化が進展して、特急列車の乗り入れを増加させるには電車、走らせられるようにする必要があること、高速道路網の整備を前に高速化する必要性があることなどから、電化、高速化の検討が始まった。鉄道整備基金の適用条件とするためには、最高速度を時速 130km にする必要があり、681、 系の性能をもとに試算を行った。実際に投入されたのは485系後に改造されて183系となったことから、将来的な速度向上を実施との前提で、鉄道整備基金の適用を受けており、実際の最高速度は時速 120km であるが、認可最高速度は時速 130km となっている。分岐器の交換と、 信号設備の改良による一線するか、曲線の関東工場と緩和曲線の延伸、電化などの工事が行われ、1996年、平成8年3月16日に開業を迎えている。開業を前にした試運転では681系が使用され、予定通り時速 130km を達成できることが確認されている。2015年、 平成27年4月1日、鉄道運行事業が、北近畿単語鉄道から、ウィラーアライアンスの子会社であるウィラー・トレインズ、京都単語鉄道に移譲された。これに伴い、京都単語鉄道が、第2種鉄道事業者、北近畿単語鉄道が、第3種鉄道事業者となり、上下分離方式による運行を開始した、レフネームイコールウィラー、ニュース、2015-0402。 レフ。同時に、路線記号、駅番号が設定された。全駅京都府に所在。宮福船内の有人駅は、福知山駅、大江駅、宮津駅の3駅、うち福知山駅と宮津駅が直営で、大江駅は民間への委託で、それ以外の11駅は全て無人駅である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。